はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、Visa Line Pay クレジットカードを実際に使ってみて感じたメリットやデメリット、PayPay, d 払い楽天ペイ p a y などと連携可能ということで、先日ですね、僕の手元に届いた Visa Line Pay クレジットカードなんですけども、まあ、約そこから1週間ほど、まあ、経過して利用してみたんですけども、まあ、そこで実際僕が感じたメリットやデメリットをですね、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、早速ですね、ビザラインペック,クレジットカードのデメリットからお伝えしていこうと思います。まあす、まあ、正直なところですね、ぶっちゃけデメリットあんまり多くはないんですけども、まあ、これかなと思うところだけちょっと上げさせていただいたのでお伝えします。それではまずデメリットは一つ目なんですけども、県面が少し物足りないということで、これですね、以前僕も実際のカードを、ま、紹介させていただいたと思うんですけども、 それがこちらなんですけども、まあ、実際にこう、サラサラとした触り心地というか、まあ、そういった感じなんですけども、そしてシンプルなデザインということでですね。まあ、けどですね、実際のところ、まあ、クレジットカードを好きな方からすると、懸命とか結構好きな方っていらっしゃると思うんですよね。で、このクレジットカードに関しては、ビザのロゴと、あとタッチ決済のマークと、あと、2020の東京オリンピックのロゴが入っているということで、まあ、一つですね、欲しかったなと個人的に思うのは、やっぱりこう、LINE ってのロゴがどこかに入って欲しく かったかなとは思いま,すまあ、もしかするとね、僕の知らないこう大人の事情で入ってないのかなって勝手に思ってはいるんですけども、まあ、ほんと、これはちょっと入ってて、あ、だからこれはビザラインペクレジットカードなんだなっていうちょっと認識ができるんじゃないかなと思いました。なので、あえて、ここは、懸面のデザインというか、こういったのが少し物足りないということで、一つ目として挙げさせていただきました。次、二つ目ですね、ポイント還元対象外項目ということで、まあね、これは少し予想されてたことではあったんですけど、 けども、このビザなインペイクレジットカードを使って全部が全部いろんなところと連携してポ,ポイント還元されるかっていうとそうではなくて、まあ、今出てるような一部のサービスに関してはポイントラインポイントが付与されないということになっております。まあ、電子マネーであったりとか金融商品の購入、あとは税金とかに関しては5万円を超える分に関しては超えてしまうんですけども、それ以内であれば支払うことができるので、まあこれはこれ結構お得かなと思います。あと国民年金寄付年会費手数料キャッシングその他当カードの利用において指定するポイント対象が の商品サービスということですねけどまあこの中で僕的にやっぱ対応して欲しかったなっていうのはやっぱりこれかなと思いますまあここのスイカとキャッシュということでまあスイカはねまあ還元されるのは可能性低いなと思ったんですけどやっぱキャッシュですよねビザプリペイドのキャッシュこれと連携すればね1年間の3%還元とプラスキャッシュの還元であれば4%の還元をトータルで取ることができたんですけどもすでにもうサービス開始と同時にキャッシュはもう還元されないということでしたのでこれはちょっと僕 僕の中ではショックだったかなと思いますでですね、気になるもう一つ、ここも一つ僕も気になるところであるんですよね。これちょっとデメリットというのは何とも言えないところではあるんですけども、スマホ決済はどうなるのかっていうところですよね。この Visa ラインペイクレジットカードと、例えば PayPay ペペであったりとか D 払いとかそういったところは還元されるのかっていうところなんですけども、正直なところちょっとまだ今のところわかんないんですよね。 まあ、この後にちょっと続くので、後ほどお伝えします。以上が、ビザ、ラインペク,クレジットカードのデメリットについてでした。まあ、あまりちょっと多くないのでね、本当に、まあ、それはそれでかなりいいカードだなと思います。 それでは続きましてメリットをお伝えしていこうと思うんですけど、やっぱりビザラインペイクレジットカードはメリットの方がかなり目立ちますね。それではメリットその1ということで、まあ先ほどのね、スマホ決済と関連してくるんですけども、スマホ決済と連携可能ということなんですよね。まず僕もこのクレジットカードが届いててから、まずこれができるのかなと思って、実際に連携をしてみました。まあ実際にこう連携したのは5月5日現在。 を試したので、もしこの動画を後から見たりとか、なんかこう、規約が変わったりすると、連携できない場合もあるのかなと思うので、とりあえず5月5日現在の情報としてお伝えします。じゃんということで、まあ、実際にですね、PayPay ペイペイと D 払いと楽天ペイに連携することができました。一応まあ、この v i s a ンペイクレジットカードには 3D セキュアが入ってるので、三井住友カードから発行されてるので、3D セキュアが入ってるので、一応 PayPay ペイペイと D 払いと楽天ペイに紐付けすることができました。 ちなみに PayPay ペイペイの場合は支払い方法をクレジットカード払いにすればペ、あの、Visa LinePay クレジットカードでの支払いというのが可能となります。で、D 払いに関してもクレジットカード払いにして、これも Visa LinePay クレジットカードを指定して決済すれば一応できると。で、楽天ペイも同様にということですね。けどですね、実際のところ、l i n e イントが付与されるかっていうのは僕自身ちょっと検証中なところではあります。ちょっと実際に試してみたんですけども、まだちょっと反映がされてないので、これがどうなるのかなって個人的には気になる あるところではあります一応ですね、すでに LINE 側に僕問い合わせしてるんですけども、ちょっとまだお返事がなくてですね、明確な回答がもらえてないので、まだ皆様にお伝えすることはできないんですけども、もしですね、すでにこの3つの中でどれかを使って LINE ポイントが付与されましたよという方がいらっしゃれば、下のコメント欄に書いていただくと嬉しいです。 それでは次ですね。二つ目。少額でもポイント不要ということで、これどういうことかと言いますと、ちょっと一部ですね、LINEPay の公式のツイッターアカウントから引っ張ってきまして、それがこちらなんですけども、LINEPay の公式アカウントがとある方にリプライを送っておりまして、ちょっとそのまま読みたいと思います。LINEPay 公式です。Visa LINEPay クレジットカードも、チャージペイもお支払いいただいた金額ごとに還元いたします。最低お支払い金額はございません。例えば、 34円のお支払いで還元率3%であれば1ポイント付与されます。少数点以下は切り捨てです。よろしくお願いいたします。ということでしたので、ここですよね。34円のお支払いで還元率3%であれば1ポイント付与ということでございましたので、まあかなりね、小額でもポイントはちゃんと付与されますよということになります。で、実際に僕もこれは体験してみました。まあ例に例えるとこちらなんですけども、まあ僕自身がビザラインペイクレジットカードを使っていろんなところでお買い物してみました。Amazon の kindle で漫画を購入したりとか、あとは D ィーデリバリーを使ったりとか、あとローソンのタッチ決済のキャンペーンがあったので、まあ、それを使ってみたり、とかまあ、そういった感じにこう出てきたんですけども、ここですね。D ィーデリバリーで一部僕 d ポイントで決済して、残りの小額の80円分をですね。まあ、試しにこの visa のインペイクレジットカードを使って決済してみたんですけども、ご覧のように80円決済して2ポイント付与されているということですので、まあ、例えばこう100円で1ポイントとかではなくてま少、あ、額でも。 ちゃんとポイントが付与されるということですね。これかなりいいですよね。なのでまあ、小額で決済することってまあ、なかなかないとは思うんですけども、もうそういった場合でもちゃんと LINE ポイントが付与されるということもちゃんと僕自身が体験して出てきたので、ちょっと一安心ではございました。次3つ目は、ポイント付与反映が早いということで、すでに v i s a l i n e p クレジットカードを使われてる方であれば、いや、これ早くねって思った方かなり多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、例えばですね、こちら三井住友カードの VPAS アプリというのがですね、ありまして、 このアプリは基本的に、その自分が持ってる三井住友カードであったりとか、今回の v i s a l i n e p クレジットカードの購入した履歴とかを管理するアプリとなっております。で、その中でも、ま、先ほど出てきた、 アマゾンのキンドルを購入したりとか、D マーケットの D デリバリーでお買い物したりとか、そういった時にここの履歴が出てくる、いついつ利用したっていうのが出てくるんですけども、見ていただきたいのはここですね。2020年の4月の29日に2回、で、4月の28日に2回利用しております。それが実際に LINEPE のポイントの履歴の画面で見ると、だいたいですね、見た感じ、約3日から4日で LINE ポイントが付与されてるんですよね。これかなり早いですよね。まあ、今だけなのかっていうのはちょっとわかんない。 な,ないんですけども実際にね、これユーザーが増えてきたら、もしかするとちょっと僕の中で遅くなるのかなと思うんですけども、現時点ではだいたい使ってから3日4日ぐらいで自分の LINE アカウントに LINE ポイントが付与されてるので、 これは普通にクレジットカードを使うユーザーからしたらかなり嬉しいんじゃないかなと思います。ここは僕正直びっくりしましたね。え、こんなに早いのっていうふうに思いました。そして4つ目、VPAS s アプリサービス一部が利用可能ということで、これどういったことかと言いますと、実際にちょっと画面見てみたいと思うんですが、それがこちらですね、VPAS s のアプリ内にここ行こうというようなサービスがございます。これすでにもうカード届いた方で、アプリも入れられてる方であれば見たことあるかもしれないんですけども、ここ行こうっていうサービスどんな,なのか、 っていうとまあ、そのまま文を読むと。 事前にエントリーをして、街でカードを利用すると、ポイントやキャッシュバックの特典がもらえるお得なサービスです。以下のようなショップでご利用いただけます。ということで、今下にも出てるように、高島屋であったりとか、キークニア商店であったりとか、ビッグカメラとか、かっぱ寿司とか、びっくりドンキとか、そういったところでも、このクリストカードを使うことによって、お得なサービスを受けることができるということですね。ま、例えばなんですが、このかっぱ寿司のところですね、実際に見ていただくと、じゃんということで、これがかっぱ寿司の画面なんで ですが、見ていただきたいのはここですね。エントリー有効期間内のご利用で、以下の特典がもらえます。ポイントはゼロ倍。 キャッシュバックは0.5%ということで、ここのかっぱ寿司で実際にビザラインペイクレジットカードを使ったら、0.5%のキャッシュバックをなんと受けることができるんですよね。これすごいですよね。なんか本当にただのライン、ビザラインペイクレジットカードで普通にいろんなところで使って3%還元と思ってたんですけども、ちゃんとこう、三井住友カードのちょっとしたサービスにも参加することができるというところなんですよね。なのでまあちょっと前にもあった、 ビザのタッチ決済のキャンペーンの1000円分がタダというキャンペーンにも参加ができたものと、まあ少し関連するとは思うんですけども、ここは個人的にいいなというふうに思いましたね。けどちゃんとですね、こういったキャンペーンに参加するときは、 このアプリ内でエントリーが必須となっておりまして、あと対象店舗であったりとか、ちょっとじゃあ条件とか、付与される時期とか、そういったのもちゃんと出ておりますので、この部分はアプリ内でご自身でちゃんと確認した上で参加するようにお願いします。あと残り3つのメリットですね。もうこれはもう何度も何度もお伝えしていることなので、サクッとお伝えします。5つ目として3%還元。これは2021年の4月の30日までがずっと3%還元ということですので、もうこれは本当にこの期間までフル活用するのが一番いいのかなと思います。 そして、6つ目、年会費無料ということで、通常であれば税別1250円かかるんですけども、これも年会費も、ただ、とりあえず1回利用するだけで無料ということになるので、本当に長くね、このクレジットカードを持つのであっても、また年会費がかからないようにするためにも、かなりかなりハードルが低いのかなと思います。そして、やっぱりこれも魅力的ですよね。ちょっと先ほどもお伝えしたかもしれないんですが、7つ目、タッチ決済搭載ということで、僕も、あの、キャンペーン中の時もちょっと使ってみたんですけども、やっぱりこう、タッチ決済は本当にスマートでかかる。 かっこいいし、なんと言っても早いんですよね。もう使われた方もわかると思うんですけども。 とにかく早いです。かざした瞬間に終わるっていう。けどね、あの、たくさんいろんな方からコメントいただいたんですけども、タッチ決済の時にやっぱりなかなかこう店員さんに何て言っていいか伝わらないであったりとかそういったことがあるみたいでなんですけども、僕はまあ運よくずっとカードのタッチ決済でお願いしますって言ったら大体今のところ伝わってるので、もしですね、まだタッチ決済利用されてない方はぜひ試してみるのもいいと思います。それでは今お伝えしたことをパパッとまとめですね、デメリットとして一つ目、件面が少し物足りない、二つ目、ポイント還元対象外項目がある とということそしてメリットですね、1つ目、スマホ決済と連携可能、2つ目、少額でもポイント付与。 3つ目ポイント付与の繁栄が早い4つ目 VPass アプリサービス利用可能5つ目、ね、1年間の3%還元6つ目年会費無料7つ目タッチ決済ということでございましたまあそんなこんなで今回は v i s a l i n e p a クレジットカードについてのメリットやデメリットについてお伝えをさせていただきましたまあ、本当にまだ使って1週間ぐらいしかまだ経ってはないんですけどもかなりやっぱり魅力的なカードだなと思いますで先ほど前半にはちょっとメデメリットをお伝えしたんですがトータルで見てもやっぱりメリットの方が大き いいかなと思いますのでまだまだ本当1年間はかなり重宝しそうな気がしますあと先ほど少しお伝えしたスマホ決済の連携のことであったりとか、まあ、今後もその LINE ポイントなどについてはまた改めてちょっと動画にしようかなと思いますのでまたこちらもしながり待っていただけると嬉しいです一応ビザペイクレジットカードについての公式のリンクなどについては下の概要欄に貼っていますのでぜひ気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました はい、ということで、こちら、あの、かなりご存知の方多いと思うんですけども、まあ、最近チャンネル登録をされた方のために簡単に解説をするとですね、これ僕の、あの、財布なんですよね <laughs>、まあ。まさかのね、僕は30歳なんですけども、こういった、あの、可愛い,いお財布をずっと使ってるんですよ。あまりこう、小銭も本当とね、 キャッシュレス決済をずっと使ってる上で、あまりこう財布自体も使わなくなってきてはいるんですよ。なので、とりあえず、ここに身分証とクレジットカードを2枚と、あとお札を何枚か持ってるだけで生活をしてるんですが、今ですね、そろそろちょっとこの財布買い替えようかなと思って、最近はちょっとネットサーフィンに走ってまして、いい財布ないかな、みたいな。あまりこうこだわりはないんですけども、まあキャッシュレスに関連するようなちょっと財布を今探しております。まあぜひですね、皆さん今どんな財布を使ってるか、まあブランドで ああったたたりととかこれれおすすすすめででよみいいいいなののがあれば下のコメント欄に書いていただけると嬉しいですまあ、そろそろね、ちょっと僕もまともな、まともな財布って言うと言い方変かもしれないんですけども、まあ、使い勝手良さそうなお財布持とうかなとは思ってるので、この自粛期間中引きこもってる間に、ちょっと一つ見つけてみようかなと思っております。ということで、ありがとうございました。